ストライクショット。こんにちは、エクストライクの中のサブチョット。ベビカケです。はい、本日はお待ちかね。お待ちかね。じゃん。はい、獣神化アリス使っていきたいと思います。すごい上手に描けた。どれが？どれのことを指して上手に描けた？そっち？一番そっちがないと思ったのに。気持ちが悪い。はい、おめえがな。いやいや違う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 。もう早速、はい、使っていきたいと思います。 GO! はい、それではステータス見ていきましょう。こちらじゃんと、貫通ゲージのバランス型、はい、超アチダメージウォールに回復 M、うん、ゲージで状態上回復、はい、っていう状コンボが、うん、超強貫通フォーミング18にバラージショットガン、うん、はい、はい、ということで、うん、超強貫通フォーミング18は18は8です。初ですよね。初ですね。8です。18は8ですよ。8ですよ。でも18なんでね、うん、どんぐらい出るか見ていきたいですね。そうですね、うん、回復 M していこうかな。お願いいたします。あっこにねハートがあるから取らんように、えい、はい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 、これぐらいで2体かな。そうですね、当たっております。しかも防御ダウンも、うん、状態上回復で回復してますね。そうですね、うん、素晴らしい。さて、うん、フォーミング、そしてバラ足で、うわこれはこれはすごい。シールドを破壊できたら、はい、やっぱり敵に全部行くんで溶かしていきますね。ダメージ見やすいですね。ですね。はい、状態以上回復しながら、はい、超アンチダメージをレンジャシュ。なるほど。確かに自身もだから攻撃力もアップできるんで、うん、めちゃめちゃいいですね。そうですね、回復持っててサポートもできつつ、うん、友情とかもかなり弱点にバラージが入ったりするんじゃないか。うわー、これは強い。これはでかい。シールドハンドにこんだけ出る。やば、すげえ。バラージもやっぱ威力がでかいですね。そうね、バラージ弱点ゴリゴリいった時やばそうだ ね。ささっ、おクリティカル、クリティカル持ち。そして回復 M で3体当たれたかな今。うん、この回復量でかいですね。やばいな。 M はやっぱいいっすね。これは素晴らしい。しかもクリティカルすげえ。クリティカル出たね。ちょっとシールドで減速はしてたんですけど、うん、あれぐらいのダメージも出せると。はい、うん、もう友情コンボを当てていきたいと思います。この位置だとかなり良さそうなんで、ちょっと上目にね。はい、よいしょ。はい、よいしょよいしょ。このダメージ弱点ゴリゴリ入っていきましたね。ゴリゴリ。バラージも入ってた。バラージも入っていきましたね。いや強い。やいいっすねこれ。もうこのね、あのあれだね、うん、何もいなくなった時のボスへの火力半端ない、ね、本当に溶かしていく。むちゃむちゃいい。強いですねこれは、うん、はい、それではストライクショットいきます。こちら、はい、じゃんと、自身のスピードとパワーがアップ&最初に触れた時に貫通弾を放つ。ほう、お見にくいなここ。確かに難しそうではある。もう世界を蹂躙しちゃってもいいかな。いいよね。はいはいはい、しっかり狙っていく、はい、弱点218万からのこっから貫通弾が入って405万。ゲロゲロ強すごっ。やっぱなるほど、あの最初に触れたところでマーキングされてそこに向かって打っていくって感じですかね。そうですね、そこに向かってだから貫通弾だから、まあ、もしね、うん、手前に雑魚とかいてもまあ一応届いていくわけですよね。素晴らしい。だから奥に弱点があったとしてもこう広がっていくけど、まあ、弱点に入っていくというような使い方もできる。普通にこれだけでも200万いってるからね。そうっすよね、うん、シャキシャキだけでもね。やば、めちゃめちゃいい。これが24ターンで打てる2段階目の SS と、うん、はい、ということになっております。はい、というわけでステータス見ていきましょう。ステータスはこちらです。はい、はい、ということでで、はい、先ほど言ったのが、うん、カレン・ネビスですね、うん、ダメージウォール対応ですね、うん、超アンチダメージウォールで生かした殴りもできるし、うん、結構火ダメも大きいんで回復 M も良かったですよね、はい、そうですね、かなりいいと思います、うん、と防御ダウンに対しての状態上回復、うん、まああとはもう友情がね、うん、あのバリアさえ壊せばかなりの、そうですね、溶かし力、反射でバリアとか倒しながらいければ良さそうですよね、うん、めっちゃ良さそうですね、うん、はい、はい、というような感じでしたね、うん、はい、あといけそうなとこありますか。他いけそうなところだと、うん、まあ、結構、まあ、ステータスとかも高い部分もあるので、うん、はい、確かにね、意外とエデンとかもいけるっぽいですね。
エーデン。エーデン。ギミックは全然対応してないんですけど、そのギミックというかアビリティ的には、うん、でもいけちゃうみたいですよ。そうか。ちょっとまあ使ってみての楽しみというような感じですかね。そうだね。はい。まああの。なんていうんですか、あの実、うん、赤い実みたいなのが目玉のね、はい、あれがホーミング吸収しちゃうんですけど、うんうん、まあ、バラージがあるので、あ、バラージでホーミング吸収的なやつも倒した上 で、うん、そうですね、ホーミングを入れることができるんじゃないかとですね、いうような感じだと、うん、ぜひ試してみてほしいですね。そうですね、こちらは試してみていただければと思います、うん、はい。あとはありますか？あとはまあ超絶とかのダメージウォールだと、うん、まあ、毘沙門天とかも貫通とかで今行きやすいですし、もう全面だもんね、ダメージウォールね。そうですね、まあ、こういうのは行きやすいかなと思います。あとは、あとはまあアリス自身があれなんですけど、うん、まあ、闇の常闇の時の間の1とか、うんうんうん、ダメージウォール貼ってくれるようなところと、はいはいはい、まあ、アビロックがかかってくるので、それ解除することもできるので、ね、はい、まあ、使いやすいかなというものになっております、うん、はい、はい、ではポイントは、ポイントはこちら、じゃん、新友情コンボ長距貫通ホーミング18と。そうですね、18が長距貫通ホーミングとしては初めてだとですね、という意味での新友情コンボなんですけど、うん、もうこれがもうあの噂のモーツァルト級だということですよね。そうっすよね、威力としてはかなりね、うん、量出ますし、まあ言うてこっちも確かにこう、うん、新友情なんでかなり取り上げましたけど、うんうん、まあ、バラージもあるんで、うん、そこがでかいっすよね。それプラスバラージもあるし、うん、ホーミング吸収とかも倒せちゃうかもしれないみたいな、そうっすね、ところも考えると割と使いやすいです ね、 ね、で貫通だからね、そう、そこがでかいっすよね。例えばアリスでね、いっぱいで行くとかも、うん、見てみたいよね。見てみたいですね。どんどんみんなに当たっていけばいいみたいな感じの ね、はい、というような使い方もできるようなアリスの重心化でございました。はい、はい、というわけで以上、じゃん、重心化アリス使ってみました。はいはい、可愛かったですね。可愛かったですね。ぜひね、アリス持ってる方は重心化させてあげてください。はい、というわけで以上、バイバイ、バイバイ。モンスト5周年ありがとうございます。はい、ということでね、モンストアニメは3周年なんだよね。そうであるということでね、私もモンストと出会って、そして皆さんと出会って、人生に彩りを添えていただきました。これからもモンスターストライクをよろしくお願いします。